どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日は新企画のお知らせでございます。皆さん新企画始まります。その新企画とはドン、ガズレレ公開オンラインレッスン第1期生募集です。募集しますよ。この企画今ザザーと説明します。ウクレレをやっててガズレレ YouTube チャンネル見てくださって、これいろいろね、あれなんでできないんだろう、あれここどうなったら出るんだろうっていろいろ聞きたいことあると思うんですけど、もう千差万別その人にとっても全然違うんですよね。結局はその突き詰めていくと、でそれをですね、ガズとマンツーマンでズームアプリを使いまして、ズームってこういろいろこうコミュニケーションできるズームというアプリがあるんですけど、それを使ってマンツーマン、あるいはその一つのカメラで映る人数だったら OK ですんで、そういう感じでこう直接レッスンを受けられる、 YouTube から飛び出してですね、皆さんとこう本当にその人の今困ってることを、ガズがもう本当に真剣に解決していく、もうそんな、ことをですね、レッスンをしていくんですけど、あとこれもう一個おまけがありまして、このレッスンズームでね、やってるレッスンを収録させていただいて、それがこう、ある程度溜まった時点から、ガズレレで今度新たにですね、メンバーシップ始めようと思います。YouTube メンバーシップというのはですね、月額課金で見られる、有料課金チャンネルなんですけど、500円程度で考えてるんですけど、そこでですね、随時公開していくということでございます。そうするとですね、何がね、そこがいいかというと、いろんなこと困ってるけれども、どうしたらいいかわかんない時に、ガズがいろんな方をレッスンしているところって、実は見たことないじゃないですか。そこにね、めちゃくちゃヒントが隠されているんですよ。だからこれはね、レッスン受けた方は直接ね、こうガズからいろいろ、それがこういう風にした方がいいじゃん、宿題もいっぱい出すみたいな感じでやるんでね、なるほどってまあいいですし、それを見てる皆さんもですね、かなりこれ有効だなと思いますんで、そのシステム、これを今度始めていこうと思います。なのである程度そのレッスン動画がたまったら、その YouTube チャンネルの方もオープンする予定なんですけれども、はい、この募集がですね、なんと本日から始まります。はい、皆さん公式ホームページ内にリンクがかかってますけど、一応ここにリンクを貼っときます。このリンクを見てもらってですね、概要というかいろいろ見てください。今ねこのページを映しながらおしゃべりしようと思う。こんな感じです。ガズレレ公開オンラインレッスン、これスマホバージョンですけど、パソコン版バージョンでもありますんで、これじっくり見ていただきたいんですけど、 YouTube チャンネルメンバーシップの方でも公開がありますので、顔出せますかとか、マスクでも顔隠してでもいいです。まあ一応ね、そういうことのご確認も、していただくということで、これホームページ内にいろいろ注意事項をすごく分かりやすく書いておりますんで、これぜひ読んでください。そしてですね、募集期間なんですけど、まあ一応ひとまずですね、第1期の募集としては本日から、10月5日までの募集。それでこれはですね、ちょっとお願いがあるんですけど、応募者さん全員レッスンっていうのはちょっとなかなかやっぱ難しいかなと思いまして、ガズと、ガズレレ運営のスタッフとでちょっとこの選考させていただいて、選ばれた方にご連絡ということのシステムにさせていただいております。なんで10月5日までまず第1期募集でございます。今もうこれ困ってるんですとか、これができない、こんな風にするにはどうですかとか、そういうこともですし、ガズさんにいろいろ聞いてみたいこととか、もう何でもいいんですよ。ただガズと話したいだけでも、それもね面白いかなと思ってるんで、応募、お待ちしております。そして募集は今日から10月5日までなんですけど、そのレッスンをやっていく期間なんですけど、ですね、一応予定としては10月から来年3月ぐらいまでの間で、その決定者、レッスン決定者の人のレッスンを行っていくという風にしたいと思います。はい、このようにズームを使った濃厚ガズとのマンツーマンレッスンプラス、後からアーカイブとしてそのご自身のレッスンももうみんなもう見返しすることもできるし、誰かの困っていることを解決するところをこう眺める、これもねすごく有効だと思うんですよ。皆さん、今回始まりますガズの公開ガズレレオンラインレッスン企画第1期ということですからね、これからさっきも言いましたけど、こうシリーズ化して、いければいいかなと思います。皆様のご応募をお待ちしております。はい、もう一回ここに貼っときますよ。このリンクから、応募待ってます。今日はそんな新しいことが始まったぞというお知らせでございました。皆さん楽しく音楽しよう。さようなら、ありがとうございます。よろしく。